じゃあ、じゃあ、久坂岡農園元井、久坂岡農園元井みんなの農園です。久坂岡農園だから、釣り岡ファームよ。ファームか。釣り岡ファーム。で、育ったジャガイモをポテトにしたいと思います。はい、おじゃあ収穫中、キムやって俺やり方だから。いや、この前スコップがいいって言ったやん。この前だから、これ引っこ抜いて、うん、取れるかなと思ったらブチって切れたら切ったら、あ、ほんとや。あ、もうそれ抜くったよね。そう、そしたらね、中にね、いらっしゃったんだよね、芋が。ほらほら、さつまいもやこれ。何、べ、紅芋なんだ。そう、あやなか塩かければかけるほど甘くなる。そう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 、え、甘みがあるんですよ、これかければかけるほど甘くなるやつ。なんか詰まってあ、ほらほら、いっぱい出てる。わ、いっぱいあるやん、マジでマジで。これ、じゃがいも。じゃがいもよ。こっちちっちゃいね。あ、ミミズやん。いい土壌ができてるってこと。え、じゃあこれ早かったとかな。うん、いや、上の方がでかいんだよね。これ、これだけ大体、はい、こっちにもありますよ。これ、もうちょいしてからやったがいいかな。いやいや、全然こんなもんだよ。うん、赤い、これ中も赤かと。あ、中も、まあ、赤い。すごい。わあ、すごいすごい、でかいでかいでかい。でかい、でかい。これもう一回埋めたらいけるんじゃない？多分いけると思うっすよ。ね、それ埋めようか。もったいないですよね、あの、ね、じゃあこの分だけ俺ら持っていくけ、うんうん、これ埋めよう、埋めよう。多分埋めたらね、また出てくる。出てくるよね。芋強い。なんか芋系で強いよね。強い。普通の芋は？あ、いい。赤いポテトチップス作る。赤ポテ。なんかちょっとまだ大きくなりそうな気がするけん。後で。ほら、おお！でかー！コロンって出てきたよ。びっくりした。じゃあ、ということで、これをポテトにします。はい、で、キムと児玉さんは今から別の収穫。はい、そうです。はい、じゃあ、こちら行こう。行きましょう。はい、また上取ったらなるでしょ。頑張って頑張ってきます。一瞬だけどね、これ。はい、それじゃあ、取ってきた赤ジャガイモです。ジャガイモ、これすごかですよね。ね、初めて見た、ね、芋？芋だって。ジャガイモ、芋がジャガイモだって。最初出てきた時、間違えてさつまいも掘ったかって。洗います。はい、じゃあ、ときちゃん、まな板と包丁をお願いします。本当にさつまいもね。さつまいもやろ、これ。ごめんね、取られた。ごめんね。じゃあ、これを薄く切っていこう。はい、包丁を取り出します。はい、すいません。じゃあ、まず皮がついたまま。はい、手が冷たか、これ。洗います。うわー、すげえ。中も何だってんだ。なんかね、塩をかければかけるほどね、砂糖つけたぐらい甘くて。そうそう、本当に。いや、マジで、マジでめっちゃ甘い。絶対、うん、果たす。コンソメ味とかしたいね、コンソメ味。いろんな味作ろう。味の素、本だし味とかでもいいから。うわー、薄い。うわー、これ俺がやるべきところじゃねえ気がするな。ありがとうございます。薄い薄い。でもさ、うん、確かに徳ちゃんが切ったやつ偉い太かった。難しかもね。難しい。あらら、俺もミスった。薄いっていうか、これすげえ。なんで皮がめっちゃ薄い。うん、爪で行くよ、これ皮あるやつ。はい、皮をこう爪でこうちょっと洗う感じでしたら、こう皮がかける。めっちゃすごくない、これ。なんだこれ。ほら、綺麗に皮だけずるって。すげえ。いやはや。むず。あー、すげえ。はい、ちっちゃいやつを、おお、めちゃいいじゃん。薄い。ちっちゃいやつを、ま、あのモスバージョンにしてみようか。ね、OK です。もうこれ揚げようか。揚げますか。うん、もう納豆ですかね。ちょっと一回試して。おお、おお、揚げよう。こちょっと任せた。はい、では塩を入れていきまして、モスバーガーパーパーって入れていきますよ。はい、はい、パーパーパー。うわー、あ、これ重なったまま上がらんすよね。ね、バラバラになった。パッ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 パで、
あんまり調子乗っていっぱい入れるのはね、多分これ失敗しそうな気がする。おお、いい感じだね。赤いポテトチップス、はい、俺あとくちゃがドカンって入れたけど大変になるやん。大丈夫ですって、大丈夫ですって。大丈夫、ちょっと大丈夫とはもう今はもう言えんかもしれない。すげえ薄切り牛タンみたいな色になってきて、めっちゃうまそうやん。ことか鶏ガラスープ味。でもうまくいくかもしれないけど。でまあベタなやつがここにあるよ、うん、コンソメ中華味。中華味コンソメないぞ。コンソメ味、多分中がプクーってなるぐらい。ああ、じゃあまだまだじわじわがなくなるまで結構時間かかりそうやね。じゃあちょっとこんな感じで揚げておきます。はい、ちょっと1枚ちょっといっちゃっていい？はい、大きいやつで取ります、うん、なんかあの片揚げポテトみたいになってますね。うん、あ、うん、うまっ。うまっ。パリって言うた。うわ、マジサクサク。あ、ポテチの方ね、うん、ノーマルでも甘い。うん、めっちゃ甘い。うまい、匂いが甘いもん。じゃあ塩から。確かにね。はい、薄塩味。薄塩味。はい、じゃあ大事に。大事に。大事に。あ、今度は一枚一枚。しっかり入れていきましょう。まあ俺と旗はとっちゃんが学習する前からこれをイメージしてる。そうなの、そうなの、そういうことなの。もう一枚ぐらいはちょっとおまけ。じゃあもう食いながらレビューしていくか。あったかいうちに。まず塩味。じゃあ塩味からいきます。すっげえ甘い匂いがする。おまけいただきます。うまっ。あ、うまっ。ベタチップスやもん、こんなもん。ちょっと あいつらにも渡してくれ。うまい、うん、あ、うまっ。うまい。ほら、ポテトチップスバラユマか。あ、パリパリ。お、豚触っちゃった。あ、ね、うまっ。豚触っちゃったんで。豚、うん、豚肉ね。うまい、めちゃうまい。ポテト、うん、めちゃうまい。うまっ。砂糖かけたんすか。塩。じゃあ第2位、はい、お次は何の味で。鶏ガラスープ、鶏ガラスープ味いきます。いやでも普通にうまいと思うな、これも。なんかあんまかけすぎたら怖いってなりそう。けじゃあもう第三陣もあげながら、はい、いただきます。鶏ガラスープ。そっちはごめんね、鶏ガラがいっぱい、はい、うまいけど、うん、塩ちょい足してくればいい。そうね、そうね、うん、鶏ガラプラス塩がうまくね、うん、塩かけた、うん、しっかりかけた。はい、うまい。鶏ガラ塩、うまい。塩ってすげえな。次、一気にコンソメいってみようか、うん、コンソメと味の素、うまい。じゃあ、コンソメ、はい、コンソメ味いきます。はい、はい、コンソメパンチになるのか。ちょっと粒が大きいですね。コンソメ味でラストです。はい、今回にも塩をちょっと。コンソメパンチ。これ塩不可欠ですね。じゃあいただきます。いただきます。これがこの。コンソメ。あー、こんなに。もろ。もろ。もろこ。これがダントツうめえ。口の中入れた瞬間のコンソメパンチやったね。びっくりした、うん、完璧、全部この味がいい、うん、うまっ。もうあの市販のコンソメ、うん、全く一緒やね、うん、これが一番ダントツでもね。ということで以上、はい、鶴岡ファームでできた、はい、赤いじゃがいも、ベニーも、うん、なんだっけこれ、これなんなんですかね、赤いじゃがいも。赤いじゃがいもが美味しかったです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。全員分作ろう、うん、作りましょう。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はいし、はい。
Thank you.